インターナショナルヘビー級のベルト、ブルーザーブロディからタイトル出しなりません。もう本当に剣ヶ峰に立たされました。もうジャンボ鶴田の代名詞と言われております。ユナイテッドナショナルヘビー級のベルトは今この男、実力者ハーリーレースのものです。なんとかして今日取り戻さなくては、この後のスケジュールから言いまして年を越してしまいます。欲しいところですね、山さんね。そうですね、これはやはりね、まあ本当に大げさでなく、はい、日本中のね、ファンの期待を込められてますけどね。ショルダータックル、さあ相手のチャンスを伺いますが、バックを取る王者ハーリーレース、回転エビ固め、ローリングクラッチホールド、リングの中央ちょっと崩れた、必死で切り返します。王者ジャンボ、いやチャレンジャージャンボ鶴田、どうしても山さん、UN のベルトと言いますとどうしてもジャンボ鶴田というふうに感じになってしまうんですかね。そうなんですね、それだけにね、まあそれを奪い返せないというのは、はい、非常に残念なわけですよね。ただね、そういうその非常に気持ちの重圧というか責任感に押し潰されてしまうとまたダメですね、はい、サイドスープレックス仕掛けたのはハーリーレースですが、ジャンボ鶴田が切り返した、これは功を奏しました。この辺りはやはりね、ジャンボの若さですね、同じ技を仕掛けられながらそれを切り返していく、それだけのやっぱり若さとパワーがあるわけですからね、それをもっともっとですね、連続させてうまく使っていかなきゃダメですね。堂々と渡り合っています、チャレンジャーのジャンボ鶴田であります。なおこのユナイテッドナショナルヘビー級にまつわるジンクスがこのジャンボ鶴田にあるんですけども、山田さんね、過去の戦績調べてみますと、取られた相手ビル・ロビンソン、ディック・マードック、アブドラズ・ブッチャー、取られた相手には必ず雪辱してますよ。そうですね、今過去を振り返りますとそういう結果が出てますけれども、なんて言ってもね、この大変に難物ですからね、ハリーレースというのは、はい、まあ、それだけにね、これは鶴田君としては当然やりがいもあるわけだし、はい、もしこの相手から取り返すことができたら、これはもう大変に貴重な一勝ということになりますね、うん、そうですね。ジャンボ鶴田選手本人も言っています、この実力者ハーリーレース、あるいはまたスタンハンセン、ブルーザーブロディ、それから NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレア、